ついにやってきた新米の季節。9月の上旬からですね、だんだんと入荷量が増えてまいりまして、お米が全くなくなるというような事態は、最近ではなくなりました。先月には全国各地で深刻な米の品薄となり、こちらのスーパーでも棚は空っぽの状態に。一連の問題は令和の米騒動とも呼ばれました。今月に入って少しずつ米の入荷が進んでいますが、一方で高いですよ。新米入ってきても高いですよね。前5キロが1500、600円の頃思ったらもう倍以上になってるもんね。生産者に仮払いする概算金が全国的に引き上げられていることもあり、新米の価格は高騰しています。去年から比べると、5割から8割ぐらい高いというような状況がまだずっと続いていますし、これから先もですね、ちょっと下がる兆しが見えてこないので。専門家はまだまだこの問題は解決していないと話します。また元通りになってないですよ。今年の米というのは本来今年の12月から来年の9月までに消費する米なんですよ。今先食いしてるだけなんですよ。だから来年の端会期、8月9月になるとまた同じ事態が生じますよ。そんな中で今新米をめぐってある事態が。これがもうこういうふうにしておいたのが取られてたんです。米泥棒です。京都有数の米の産地亀岡市の農家の女性は、今月16日から17日の間に倉庫に置いていた出荷用の玄米30キロ入りの袋を5つ盗まれました。その当時はこれがもうちょっとこっちにあって、でここが電圧になって、ああもうやられたと思って、私はもう全部取られたんや思ったんや。そしたら出荷用の綺麗な袋だけ、5袋だけ取って。被害は奈良県でも。こちらお米が保管されていた倉庫なのですが、シャッターに穴が開けられ鍵も壊されています。前の日に夕方これピシッと閉めたっていうことは覚えてるし、鍵もきっちり閉めて帰って、で明くる日の朝来たらこれになってるし、あれと思ったらもう奈良県山添村の農家の男性は、今月11日から12日の間に倉庫の冷蔵庫で保管していた30キロ入りの玄米40袋 1.2 トンを盗まれたといいます。これここいっぱいここまで米入ってたんですよ。それこんだけない境に、ああこれは盗まれたって言って、すぐ110番した。1トン200はねで死んでるかな。お金なんよりも相手のお客さんに迷惑かけるさかいな。関西テレビが調べただけでも、先月末から関西各地で米の盗難事件が相次いで発生。新米を狙う米泥棒が現れているのです。さらに今日、滋賀県高島市でも窃盗被害が発生。農家の倉庫の軒下から新米のコシヒカリ240キロが盗まれました。被害が相次ぐ中、対策に追われる人もいます。京都府京丹後市で2年前から父親の会社で農業を始めたという山岡さん。今まさに新米の稲刈りの時期を迎えています。やっとここまで来たなっていう真心込めて作ってるんで、うちは特にお客さんのお米を管理とかしてますんで、そういった面ではより一層警戒していかないといけないなと思います。猛暑の中、丸一日作業は続きましたが、夜になっても作業場の一角に作られた部屋の中に山岡さんの姿が。一緒に働くお兄さんと真心込めて作った新米を食べていました。
去年よりほんまにいいですね。粒も去年より大きいし甘みがあっていいですね。家帰らないんですか？家帰らないですね。これ朝までそのままもう仕事っていう感じですね。稲刈りの時期はもともと乾燥機の点検のために作業場に泊まることもあるそうですが、今年は盗難対策で毎日従業員が泊まり込みで異変がないかをチェックしているんです。そして部屋ではテレビをゆっくり見てと思いきや、映っているのは防犯カメラの映像。常に作業場を見張り、米泥棒がいないかの確認を行っていました。いつそういうのがあってもおかしくない状況なんで、まあちょっと、まあ、集中ではないですけど、まあ、あの気持ちを切らさずっていうのはありますね。各地で相次ぐ米泥棒、実は今回が初めてのことではありません。およそ30年前、記録的な冷夏の影響で起きた平成の米騒動。実はその時にも全国で数百件もの米泥棒事件が起きていたのです。当時警戒を呼びかけるこんなアナウンスも。冷夏による水筒の不作が伝えられる中、玄米30袋の盗難被害が発生しました。農家の皆さん、十分警戒をお願いします。しかし取材を進めると、平成の米騒動とは異なる事件のある背景が見えてきました。 JA さんとかスーパーとかには売ることはもうほとんど無理やと思いますね。新米の季節に関西各地で相次いでいる米泥棒、取材を進めるとある疑問が浮かび上がってきました。 JA さんとかスーパーとかには売ることはもうほとんど無理やと思いますね。なんでなんですか。もともと契約して作って、あの販売しますよっていうのを事前に報告してらっしゃるんで、その勝手に違う人が販売するっていうのはもうほとんど無理やと思います。 JA 奈良県によると、米を買い取る際は相手が組合員であることを確認したり契約書を交わしたりするため、取引の実績がない人から買い付けを行うことは考えにくいとのこと。では盗まれた米はどこへ行ったのか、警察は同業者の犯行の可能性も含め捜査していますが、京丹後市で被害に遭った農家の男性からは新たな米の売り方についてこんな声が。米不足で、ね、今結構ネットなんかでも高額な金額で取引されてるんで、詳しい一言ですよね。1年間結構苦労して育てたのをね、取られるっていうのは。品薄の中で今ネットショッピングでの米の販売が人気を集めているといいます。僕たちからしたら考えられないぐらいの値段で売られたりしてるんで、注文してから届くまでに、まあ、タイムラグがあるわけですから、供給がそのものすごくふんだんにあれば、あの普通のその米屋さんから買えばいいだけの話で、だから今は需給が逼迫してくる、米不足だからネットで買うという人も出てきてるわけで。令和の米騒動の中で相次ぐ米泥棒、かつてはなかった便利な手段が大切なお米を脅かす犯人によって利用されているのでしょうか。僕たちの苦労を込めてお金を払ってもらって食べてもらうのが一番やと思うんで、何の苦労も知らずにとりあえず取ってまえっていうのは、やっぱりそれやったら味も美味しくないと思うんで、そういうのは分かった上で買って食べてほしいですね。悲しい話ですけれども、米泥棒が相次いでいて、米農家さんが見張りを強化しているという状況です。太田さん、これやっぱり需給が逼迫している中で、こう貯蔵しているところが一番脆弱だということが分かってきましたよね、はい、そこに盗みに来る、一生懸命真心と込めてこう刈り取られたものをね、だから例えばこう中間貯蔵を行うとかね、はい、なんかちょっと政府も少しこう、まあこの補助金でこう監視カメラを設置するとかですね、少しこれ対策をやっぱり長期化する可能性があるので講じた方がいいですね。一部自治体はね、補助やっているところもあるそうなんですけれども、私たちがね、長く米を食べていくために農家さんを守る取り組みというのも必要です。速報原稿です。明日の声
ントは何ですか？この高気圧に注目です。今日の知りたいに全速全身。今入ってきたニュースです。